どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年の9月26日、月曜日でございます。現在の時刻は朝の6時55分です。はい。今日はですね、天気も、なんかね、快晴ではないか。快晴ではないですけど、ちょっと曇ってるかなっていう感じではありますけど、はい。まあ、3連休も明けて、東北のね、大雨も過ぎ去って、はい。まあ、心地のいい天気になっています。はい。まあ、ただね、月曜日ということで、まあ、お仕事行かれる方もいると思いますので、まあ、憂鬱なね、ことになっている方もいるとは思うんですけど、はい。私も今日からお仕事でございます。はい。今週はね、月、火、水、木かな。までね、私もちょっと仕事が入ってますので、はい。ゲーム実況だったりとかはお休みという感じです。はい。アニメもね、頑張ってみようかなとは思うんですけど、多分、ほとんど見れないんじゃないかなと思います。うん。まあ、頑張ってね、なんか1本、2本ぐらいは見れると思うんだけど、まあ、それくらいですね。うん。まあ、ちょっとね、今週は、あれもそっか、今週、あれですね、もう最終回迎えてね、終わってる作品もありますし、まあ、逆に今週最終回っていうね、作品もあるから、まあ、そんなに多くはないんじゃないかなと思います。はい。私の把握している作品としても、もうすでに、何作品だ ?7 作品ぐらいはもう終わってるのかな、うん。ですね。あ、違う、もうちょっと終わってるかな、うん、8くらいかな、もしかしたらね。はい。になるので、はい。まあ、そんなに焦ってね、見なくても大丈夫かなっていう気はしてますけど、はい。まあ、ただね、仕事が忙しいので、ちょっと他のことに手を回しづらいなっていうのはあるかなと思います。はい。で、ゲーム実況に関しては、まあ、ゲーム実況の本編というか、配信の方で喋ったんですけど、ヘブン・バーンズ・レッドのゲーム実況が、まあ、一通り、ね、一通りというか、一段落したという感じですね。うん。メインストーリーの実況が、まあ、終わって、はい。まあ、ヘブン・バーンズ・レッドは、時々、イベントストーリーっていうのが配信されますので、まあ、そういうのはやったりはするんですけど、今後もね。はい、もちろんメインストーリーが新しいの出たらやりますけど、今出ているメインストーリーはもう一通り全てクリアしました。はい。まあ、衝撃のね、結末を迎えたメインストーリーなんですが、まあ、気になる方はね、ぜひ YouTube とか Twitch の方で配信してますんで、はい、そちらを聞くんじゃないや。まあ、聞くもあるんだけど、見てほしいなと、はい、思います。で、今週の、木曜日ですかね、についに待望のファルコムさんの英雄伝説黒の軌跡2クリムゾンシンが発売されるということで、はい。で、木曜日はね、ちょっと私仕事なんで、実況配信できないんですけど、うん、残念ながらね、できないんですけど、まあやろうと思えば夜中からね、もうその発売自体はダウンロード版を購入しようと思ってるんで、木曜日の、ね、夜0時になった時点で、まあ、プレイできるっちゃできるんだけど、まあ、やらないかな、多分。うん。普段ね、もう9時ぐらいに寝てる人間がね、いきなり12時とかまで起きてね、ゲームしようってなっても、多分、眠くなって終わりだと思うんで、そんな無理はせずに。うん。まあ、やるとしても、木曜日、あ、でもどうしようかな。木曜日の仕事終わりでゲームするっていうか、ね、元気もないから、やっぱり金曜日になるかなと思います。はい。なので、発売自体は木曜日なんですけど、私がゲーム実況するのは金曜日の、午前中からになるかなと思いますんで、ぜひ、お楽しみにということで、はい。で、ヘブン・バーンズ・レッドは、並行して、イベントストーリーが出たら、ちょこちょこ出していくっていう形で、で、基本的にはもう黒の軌跡をもうバンバン進めていくっていうスタイルでやっていこうかなと思っております。はい。まあでも本当ね、キリのいいところで、まあ終わったので良かったのかなとは思いますけど、うん。はい。ね。
まあただね、ヘブン・バンズ・レッドのあの終わり方に関しては、まあ、終わり方に関してというか、まあ、終わり方を見てちょっとまだ立ち直れてない部分もねあるっちゃあるんですけど、はい、まあ、早くね、あの4章の後編が、まあ、出てきたらいいなとは思っております。はい、本当にね、 YouTube の方で配信してるんで、まあ、結末だけでもね気になる人は見てみてほしいなと思います。はい、というわけで、早速今回の本題に入っていきたいと思います。はい、で今回はまあ、一昨日かなに言ったんですけど、あのお便りをね、はい、実はいただいて、で一昨日の時にはまあ2通ねいただいていて、一昨日1通紹介したんで、まあ、残りの1通をね今回は紹介していこうと思います。はい、まあ、本当にねお便り送っていただいてありがとうございます。はい、それでは紹介していきます。ラジオネーム両ホースさんからいただきました。ありがとうございます。両ホースさんはね、まあ、いつもね、はい、クドラジにお便りいただいて、送ってくれてる、もうクドラジのリスナーさんでございます。本当にいつもありがとうございます。しかもこの前のポポさんとのツイッターのスペースの方にもリアルタイムで遊びに来てくれて、はい、ね、聞いてくれていたみたいなんで、本当にね、感謝しかないです。はい。ね、はい。で、両方さんはね、男性の方で二十歳ということで、まだまだ若いですね。うん。これからです。まだまだ。まあ、私もまだまだですけど、これからですけどね。もう二十歳になってからもう、8年。もう今年で9年目になりますけど、ね。来年には30ですよ、私もね。うん。はい。で、好きな作品として、ハローワールドを、教えていただきました。はい。SF でラブストーリーのアクション映画です。先月見てハマりました。すでに見られているかもしれませんが、おすすめです。というふうにいただいているんですが、私ですね、ハローワールドは、まだ見てないです。実はね、見てないんですよ。知ってはいるんだけどね。はい。あれですよね。ヒゲダン、ん？ヒゲダン？違うか。あれ、ちょっと待って。ヒゲダンじゃなかったっけ？主題歌さ。主題歌。ヒゲダンの、なんていう曲だっけ？ちょっと待って。ハローワールドのね、でもちょっと映画、映画作品自体は見てないんだけど、あれなんだっけな、なんかね、前にジャンプじゃないかな、なんかね、漫画がね、連載されてたことがあって、違ったっけな、うん、それでね、ちょっと読んだことあるんですよね。まあ、本当 SF なんだけど、ちょっと待って、主題歌情報まず確認しようか。主題歌情報。ん？そっか。主題歌がなんかいっぱいあんのか。あれ？あれ？岡本図って、これなんだっけ？これ読み方合ってる？ちょっと待って。もうちょっと待ってが多すぎる。全然情報把握できてないんだけど。これイントネーション合ってるかわかんないけど、岡本図の主題歌、新世界。これもなんか聞いた気がするな。うん。で、私がさっき言ってたのは、ヒゲダン、オフィシャルヒゲダンディズムの主題歌、イエスタデイだね。うん。ヌルバリッチ。ちょっと待って、これは誰だ？これ、なんかいろんなアーティストが、ナルバリッチか。ナルバリッチさんも参加していて、主題歌、ロストゲーム。なんか主題歌がいっぱいあんの？ちょっとよくわかんないけど、2027サウンドっていうなんかね、まあ、ユニットっていうのかな？っていうのは、いろんなアーティストがこう、なんか集まって、この作品の主題歌を作ってるらしい。それは知らなかった。うん。私の中では、完全にハローワールドって言えば、ヒゲダンのイエスタデー、もしくは岡本図の主題歌の新世界かなと思ってたんだけど、
そうだよね。そもそも主題歌が2曲ある時点で違和感を覚えるべきだったよね。なんかね。うん。なるほど、なるほど。っていうね、ハローワールドっていう作品があるんですけど、確か監督、あれじゃなかった？ソードアートオンラインの監督じゃなかったっけ？違ったっけ？伊藤なんとかさんって。違う？あ、やっぱそうだそうだ。時をかける少女とかサマーウォーズで助監督を務めて、あとは魔法少女マドカマギカ、あの花とかの絵コンテ演出、監督2作目としてはソードアートオンライン、うん、ソードアートオンライン2、銀のサジ、僕だけがいない街、結構いろいろ作ってますね。あ、オーディナルスケール、やっぱですよね。そうの監督、伊藤俊彦さんかな、うん、が手掛ける、まあ、劇場映画アニメーション、劇場映画アニメーション、劇場アニメーションかな、うん、になります。はい。1時間半くらいか、ちょっと後で見てみようかな。1時間半くらいですね。あ、40分か、1時間40分くらいかな。うん。ただね、私実際に見てないんで、まだわかんないんですけど、キャスト陣がね、いわゆる、女優さん、俳優さんっていう形になってるので、ちょっとそこが気になるかな。うん。演技の部分でね。女優さん、俳優さんが、まあ、主人公、メインのキャラを務めて、ベテラン声優さんたちが、こう、脇を固めるという形の、ね、キャスティングになってますね。あ、てか、福原さんも出てるんだね。福原遥さん。福原遥さんが、もうなんか、ベテラン声優組みたいな感じでね。キャスティングされてるのが面白いですね。うん。福原さんはね、すごいよね。個人的に、ゆるキャンか。ゆるキャン。ゆるキャンね。ゆるキャンの実写ドラマをやってた時から、実はちょっと、まあ、応援っていうほどじゃないんだけど、うん。私好きな女優さん誰かって言われたら、まあ、福原遥さんって答えるかなっていうぐらい、まあ、好きですね。うん。っていうか、それ以外に女優さんの名前を知らないので、ほとんど見てないしね。うん。知らないっていうのもあるんだけど、福原遥さんは女優さんだけじゃなくて、まあ、YouTube ももちろんね、やられてますけど、あれだ。あれ。なんだっけ。かぐや様。かぐや様を告らせたいにもね、普通に声優さんとして、はい。出演されてたりするし、もう本当にね、声優さんの演技もめちゃくちゃうまいんですよね。うん。全然違和感ないんで、うん、すごいなと思って。歌も歌うし、うん、マルチだなと思って、うん。個人的にはすごい応援しております。はい。まあ、他にもね、ベテラン声優さんとしては、まあ、釘宮さんとか、小安さんとか、ことぶきさんとかが出演されているみたいですね。はい。まあ、主演部分に、主演っていうか、メインの主役級のキャラに関しては、ちょっと、北村匠さんとか、松坂桃李さんは聞いたことあるな。あと、浜辺美波さんも一応わかるっちゃわかる。うん、浜辺美波さんがもしかしてこれヒロインの声やってんのかな。一行だっけ？一行瑠璃だったかな？ね。キャラクター。こうやって調べるとさ、見たくなってくるよね。あ、やっぱそうなんだ。一行瑠璃役が浜辺美波さんか。うん。浜辺さんの声優の役って聞いたことあったかな？ドラマとかではなんか少しだけ、ちらっとだけ見たことあるっちゃあるんだけど、何のドラマか全然覚えてないけどね。うん。釘宮さん、カラスの役なんだね。はいはいはい。で、金の浩二美鈴役が福原遥さんか。うんうん。なるほどね。いやー、なんか教えていただいてありがとうございます。私まだ見てないんでね。ちょっとこの後、まあ、この後っていうか、うん。後々見てみようかなと思います。はい。結構ね、私多いんですよ。この手の。特に劇場版作品って、最近あんまり映画館にも見に行かなくなってね、うん。まあ病気のこととかもあるし、あまりその、なんだろうね、自分で一時停止したりとか、ね、自分でこう巻き戻ししたりとかできない環境があまり好きじゃなくて、うん。最近あまり映画とかに行かないんですけど、配信されてるのに気づいてなかったとかさ、うん。
ブームが過ぎて、そもそもその存在すら忘れてたみたいな作品が結構あって、うん、劇場版の作品って意外と見てなかったりするんですよね。うん。Unext とかでね、作品調べてマイリストに追加したりとかはしてたりするんですけど、あんまり時間が取れなくてね、見れてなかったりします。うん。やっぱりね、こう毎週入るテレビアニメの方を追われてると、なかなか映画を見ようっていうね、時間をこう設けられなくて、ね、最近はゲーム実況なんかもやってますし、うん、なんですけど、でも最近ね、編み出したのが、映画もね、まあ、30分くらいに区切ってみれば、普通に見れるんですよね。実は。まあ実はって当たり前ですけど、ね、まあ映画館ではそんなことできませんけど、ね、映画館ではもう、ね、もうスタートから終わりまでもう一気にね、もうノンストップで見なきゃいけないですけど、まあ、配信で見るメリットとしては、やっぱりその、時間があるときにちょっとだけ見て、ちょっとだけ見て、ちょっとだけ見てっていけば、最終的にはね、全部見ることができるっていうのが、やっぱ配信のいいところなのかなとは思いますね。うん。それこそあれですよ。あれ見ました。全部。ネットフリックスの雨を告げる漂流団地。あれ全部見ましたよ。うん。あれなんかは、全部で3回ぐらいに分けてみたかな。最初30分。で、2回目あんま時間取れなくて10分くらい見て、で、残り全部をちょっと時間があるときにわーって見たっていう、うん、感じですね。なんとか見ました。はい。後々これもね、感想喋ろうかなとは思っております。はい。あと、まあ、ネットフリックスつながりでいくと、サイバーパンク。エッジランナーズも全部見ました。はい。昨日ね。昨日で全部見ました。はい。なのでそちらもちょっと感想喋れたらなと思っております。はい。というわけでまだね、ちょっとお便りの途中なんで続き読んでいきますね。はい。両方さんはハローワールド。はい。先月見てハマったらしいので、ちょっと私も後で見てみたいと思います。はい。ここからが本文ですね。春アニメについて語られていたので、ですね。はい。結構長かったですね、と。配信を聞いていて、いろいろと共感できるところがあったので面白かったです。ありがとうございます。鬼版は見ていなかったのですが、私の話を聞いて、まあ、昨日帰宅してから一気に見てしまいました、と。くすっと笑えて緩い感じが面白くてよかったです、と。エンディングの曲いいですね。多分、私、工藤さんがいつかの退社の時にミュージックプラストークで流してくださっていたのが耳に残ってました。あ、やっぱり流してましたよね、私ね。うん。ちょっとね、私もどの配信か全然覚えてないんだけど、確かね、ミュージックプラストークで入れてたんですよね。うん。多分ちょうど鬼パンが配信されてる頃だから、くだらじゃシーズン3かなの時のどれかの配信だと思いますね。うん。時間はかかってもアニメ感想の話はしてほしいなと思いました。あー、なるほど。まあ、ちょっと後ほど話しますね。ツイッターのスペースに来てくださいとのことですが、話してみるのにも、少しだけ興味がありますと。通話みたいに緩い感じでいつかお話できたらいいなと思っています。いやぜひね、来てほしい。うん。で、なんだったら、まあ、ツイッターね、確か両方さんやられているので、ね、ツイッターのスペース参加して、ぜひ、発言って言うとちょっと、大げさすぎるけど、ね、緩い感じでこう、ポポさんと私と両方さんの3人でね、喋ってみるのもありかなと思います。はい。ちなみにね、言ってないけど、今週やります。はい。昨日ね、決まりました。はい。昨日、ポポさんからね、連絡がありまして、まあ、今週あたり、週末あたりやりませんかと連絡をいただいて、あ、ぜひやりましょうってなって、でね、日程はね、9月30日。何曜日だ ?9 月30日って何曜日だっけ ?9 月30日。あ、金曜日だね。うん。金曜日の夜8時半からやります。夜。珍しくね。夜やります。はい。これもね、クドラジとか、まあ、ポポさんとのスペースで話したんだけど、まあ、私基本的に朝方の活動をしているので、うん。朝活動することが多いんですけど、夜はね、やっぱなるべく早く寝たいなっていうことで、基本は8時半くらいからね、もう寝る、なんか体勢に入るんですけど、まあ、ね、8時半から1時間の9時半くらいまでだったら、まあ全然いいかなと。うん。ただね、若干そのやっぱ脳がね、もう働いてない状態で喋るんで、この朝の配信みたいにこうペラ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 喋れるかどうかは、まあ、
また別の問題かなと。まあその辺はね、ポポさんにこう、補ってもらえばいいかなという気持ちでいるんですけど、うん。はい。まあ、そんな感じでね、ツイッターのスペースも結構、まあ、できれば1週間に1回ぐらいの頻度でね、やりたいなと思ってますんで、はい。まあ、両ホストさんもそうですし、まあ、他のね、これ聞いてくれてる方も興味あれば、ぜひ遊びに来てみてください。で、もし、なんか、一緒に喋りたいなって、両ホストさんみたいにね、まあ、毎回来るたびに喋らなきゃいけないというわけじゃないけど、うん、その場でね、ツイッターのスペースって、喋りたいですって挙手することできるんだけど、まあ、それに関してはどうしようかなってちょっと迷ってる。うん、その場でやっぱ喋りたいなって手を挙げられても、ちょっとどうなのかなっていう。知ってる人ならまだいいんだけど、うん、全く見ず知らずの人にこう喋らせて、なんかこう、カオスな感じになってもね、ちょっと困るかなっていうのもあって、まあ、できればなるべくね、事前に、こう、軽く、まあ、文章だけでもいいけど、いいから、まあ、なんか、打ち合わせというか、うん、まあ、今日ちょっと喋りましょうよ、みたいな感じにはしたいなとは、思ってますね。うん。まあ、だから、そうだね、事前に、ツイッターの方で DM とかくれると、まあ、ポポさんでもいいし、私の方でもいいので、連絡くれると、あ、じゃあ今回は3人で喋ることになろうかな、しようかなって、できるので、はい。そっちの方がありがたいかなと。うん。スペースに来て、いきなりこう、まあ、それでもいいんだけどね。うん。発言したいですって来て、やってくれてもいいんですけど、まあ、そこはちょっとまだね、決めかねてるというか、うん。まあ、緩い感じでやりたいから、別にそれでもいいっちゃいいのかな。うん。ちょっと考えておきますし、ポポさんとちょっと相談してみます。うん。まあちょっとどれだけ来るかもわかんないしね。そもそもね。はい。あ、でもね、前回の、スペースの配信。あれ、ホストになると、どれぐらいみんながアーカイブで聞いてくれてるのかとか、わかるんですよ。配信でどれぐらい聞いてくれたのかとかね。わかるんですけど、配信とアーカイブ合わせてね、40人以上の方がね、結構聞いてくれてるみたいで。うん。スペース上でね。ポッドキャストの方ではまた別で聞いてくれてるのかもしれないんですけど。はい。ポポさんの方もね、4回ぐらいかな、確か。に分けてね、配信してくれたりしてるんで、さすがだなって、思いましたけどね。うん。って感じで、やっぱ結構ね、聞いてくれてる人もいるみたいなんで、うん。まあなんか、ね、今後もちょっとやっていきたいなと思ってますよ。はい。で、次回はね、ちょっと、私の方で、ちょっと BGM なんかもね、かけられたらいいなと思って、はい、ポポさんと連絡取ってるんですけど、BGM の、ね、かけながら喋るって、ね、っていうのにも、ちょっと挑戦したいなと思ってますんで、はい。まあ、金曜日の、ね、夜ね、8時半から9時半ということで、まあ、どうだろう。仕事1週間が終わって、ね、ちょっとこう疲れたところにね、ポポさんと私のおしゃべり聞きに来てもらえたらいいのかなとは思いますね。はい。あ、で、アニメの感想についてを、まあ、ついて、まあ、配信、っていうか、ポッドキャストの方で、まあ、あまりやらないかな、みたいな話をね、したんですよね。うん。で、両ホスさんからは、まあ、アニメの感想の配信はしてほしい、ということで、まあ、そうだね。別にアニメの感想とかを別に喋らないというわけでは、ないです。一応。うん。まあ、なんだろうね。まあ、スペースでは、ポポさんともアニメの感想とかアニメの情報についてはお伝えするんだけど、まあでもどうなんだろうな。全部、まあ全部喋った方がいいのかな。ね。難しいなとは思いますね。まあでもアニメの感想は全然喋るつもりなんで、さっき言ったように、エッジランナーズ、サイバーパンクのエッジランナーズもそうだし、雨を告げる漂流団地とかもそうだけどね。うん。気に入った作品とかの感想も全然やっていくつもりですし、まあ、夏アニメもね、もうすぐ終わることですから、うん。夏アニメはね、何作品ぐらい見てんだっけな。夏アニメは、結構ね、途中で切っちゃった作品がね、多々あるんですよ。うん。なので、まあ、26ぐらい。そんなに多くないかな、もしかすると。うん。最初のね、第1話だけは全部、全部っていうか一通り見たりしてるんで、40作品ぐらいあったんだけど、まあ、途中でね、あ、これはいいかな、これはいいかなって言って、切っていった結果、まあ20作、25、6作品
ぐらいになってるっていう感じかな。うん。はい。まあ、なので、まあ、そんなに紹介しきれない数ではないのかなとは思いますね、やっぱね。うん。まあ、ただ、夏アニメに関しても、夏アニメの、ラインナップが全て最終回を迎えたタイミングで、私の方では感想を喋るつもりではいますので、うん。多分ね、一番遅いのがね、フート探偵かなと思います。フート探偵ね、多分まだ8話か9話ぐらい ?8 話かな?確か今日最新話更新されてたと思うんだけど。フート探偵が9話だね、今日ね。そう。フート探偵ね、結構始まったのが遅かったんだよね。Unext 独占ではあるんですけど、8月ぐらいからスタートしてます。はい。だから1ヶ月近くね、ちょっと遅れてのスタートだから、多分ね、夏アニメの感想喋れるのは、まあ、11月入ってからだろうね、最低でも。うん。多分10月中はフード探偵まだ続くと思うんで。はい。なので、ま、11月ぐらいになるのかなと思います。はい。まあ、その間ね、ポポさんとのスペースで、夏アニメどうだったとかね。うん。っていうか、今週そもそも夏アニメどうだったって話をするかもしれないしね。うん。まあ、その辺はね、ポポさんともお話しするし、クドラジでもね、まあ、なるべくお話ししていこうかなとは思ってます。はい。ただね、私が言いたいのは、なんだろうな。本当にね、2時間、3時間とかね、喋り続けるとマジで大変なんですよ。うん。だからそこをちょっとなんとかね、ボリュームを抑えられないかなっていうところですね。うん。まあ、何回かに分けてやるっていうのもあるんだけど、うん、春アニメね、3回に分けたけど、それぞれやっぱ1時間、1時間、1時間くらいかかったんで、うん。あ、違うわ。1時間かけて、そうだ。中編と後編、つった。一気にやったんだよね。そうだそうだ。忘れてた。うん。一気にやって、まあ1時間半くらい。うん。なので、まあ2つに分けてね、やっぱやれば2時間くらいになるよね。だから合わせれば3時間。ね。ちょっと3時間は喋りすぎかなっていう気がするけどね。うん。まあちょっと考えておきます。その辺ね。はい。で、まだまだ続きね。続きあります。ポポ犬さんとのコラボ配信も楽しませてもらいました。いろいろなアニメ作品の話をされると見たくなって見たい作品がどんどん溜まってしまいます。最近忙しくてアニメ全然消費できてないと。まあ気持ちはわかる。うん。私も今週みたいにね、仕事がこう立て続けに入ってると、いやアニメ見る時間ねえじゃんって、うん、なりますよ。うん。私ね、最近感じ始めたんだけど、1日に1一回もアニメ見ない日が、2、3日続くと、ちょっとね、なんかね、体に不調をきたし始めるんだよね。なんかね、体っていうか、まあ、精神的な部分かな。なんか。うん。もうどんな作品でもいいから、とりあえずね、1日に1つぐらいはアニメ見ておかないと、なんかね、まあ、1日2日は多分大丈夫なんだけど、3日目ぐらいあたりから、なんかちょっとこう、精神的にね、もう、ちょっと、うつっぽくまではいかないんだけど、こう、ああ、やばい。ああ、もうなんか、なんで俺働いてるんだろうみたいな。そう、アニメ見るために働いてるんじゃねえのかみたいなね、気持ちにね、なったりはするね。うん。そう、だから私は結構忙しくても、最低でも一日一つぐらいはなんか見るようにはね、実はしてたりするかな。うん。まあ人それぞれね、いろいろ状況はあるから、ね。まあ、あまり無理せずにね。うん。まあ、睡眠時間を削ってみようとは思わないけど、うん。何よりも睡眠時間は最優先。うん。で、その中で、睡眠時間を確保した上で、まあ、仕事もして、アニメの時間もね、まあ、30分ぐらい。まあ、30分ないですからね、一応ね。うん。見てるっていう感じかな。はい。で、ウェブサイトの方も少し拝見させていただきました。アリアルとミリアルが出てきて笑いましたと。ちょっと懐かしい。最近は最新の方には出てきてくれないですね。音声ソフト使ったことあるので手間なのはよくわかりますというふうにいただきました。これで以上ですね。はい。ウェブサイトの方っていうのは、クドラジの公式サイトの方ですね。はい。前にね、クドラジ公式サイト閉鎖するって言ったんだけど、これもちらっと言ったかな。実は継続してます。はい。というのもね、クドラジの公式サイト、1年ぐらい前かな、ちょうど。に、まあ、立てた。作って、で、まあ、最初の方はちょっと頑張ってたんですけど、途中でね、
挫折してっていうか、まあ、めんどくさくなって、ほぼね、ほったらかしになってたんですよね。うん。で、まあ、1年経って、そのサーバーのね、契約期間があるんで、それが切れそうになったタイミングで、更新するかしないかっていうので、ね、選択を迫られたんですけど、まあ、いろいろセッティングしてやって、ね、Google の AdSense なんかも合格して、ね、まあ、収益化の、まあ、第一歩まではね、来たのに、なんか、全部なしにしちゃうのはもったいねえなってちょっと思って、で、クドラジの公式サイトのなんかいい運用方法ないかなって考えた結果、まあ、ポッドキャストのノウハウというか、うん、ポッドキャスト運営していく上で、なんかこういうことした方がいいよとか、こういうの使った方がいいよみたいな情報を、なんか閲覧できるサイトにしようかなと思っていて、で、今それをね、ちょっとずつですけど、本当に、週に1本、更新するかしないかぐらいの頻度で、ちょこちょこっと更新しているっていう感じですね。はい。まあ今も実は今記事一つ執筆中ではあるんですけど、うん。まあなんかそんな感じで、なんかちょこちょこっとね、記事更新していって、まあなんか見てくれる人が少しでもいるんであれば、またね、こう、継続してやっていこうかなとは思ってるんですけど、はい。一応ね、12月までの契約になってるかな、今はね。そう。去年は1年契約で契約したんだけど、こっから1年間さらにやるかって言われると、ちょっとわかんないんでね、とりあえず3ヶ月だけ契約して、とりあえず私もね、3ヶ月ほどはまあその、記事を書いたりとか、閲覧数とか見て、あ、やっぱり楽しいなって思えたら、またね、継続、さらに1年間継続みたいな感じで、やろうかなと思ってます。はい。ただまあ基本的に私あんまり文章書くことがね、まあ、嫌いというわけじゃないんだけど、めんどくさがりなんで、喋った方が早いじゃんってなったりするんだよね。うん。っていうのもあって、まあ、やっぱね、日によってね、あ、ちょっと今日なんか記事書く気になれねえなっていう日があったりするんですけど、まあなんとかね、時間見つけてちょこちょこっと書いてるんで、まあ、ぜひね、よければ、クドラジのサイトの方もね、見てもらえたらいいかなと思います。はい。まあ、それに伴って、サイトの名前というか、クドラジの公式サイトとはまた違う名前にしてあります。うん。ポッドキャストを始めようっていう名前にしてあって、はい。まあ、ポッドキャスト始めたい方の何かしらのね、参考になればいいかなと思っております。うん。で、一応知らない人に言っておくと、アリアルとミリアルっていうのは、ですね、声フォントスタジオ、声フォントっていうのがあって、そちらで、なんていうのかな、起用されてるっていうのか、うん、キャラクターが、女の子のキャラクターが2人いて、まあ、アリアルとミリアルっているんですけど、これ確か双子かな、忘れたな。そう、まあ、姉妹だった気がする。うん、アリアルが確かお姉ちゃんで、ミリアルが妹だった気がする。うん。で、まあ、声フォントっていうのは、まあ、有名人の、声を、まあ、読み取るっていうか、まあ、自分の声とかを、AI に学習させて、文章を打つだけで、その文章をその人があたかも喋ってるかのように、やってくれる、まあ、ボーカロイドみたいな、うん、まあ、サービスがあるんですけど、まあ、その声フォントで出てくる、まあ、アリアルとミリアルっていうキャラクターですね。はい。まあ、そちらのキャラクターを、まあ、クドラジで、登場させて、まあ、喋ってるかのような感じで、うん。まあ、記事を書いてるっていう感じですかね。はい。まあ、一応、声フォントの方で、画像の利用はね、その声フォントの URL なんかを掲載すれば使ってもいいとのことだったんで、はい、使わせてもらってるっていう感じですね。うん。はい。まあ、そうだね。昔はね、クドラジにもね、実は登場したことあるんですよ。アリアルとミリアル。うん。アリアルとミリアルのね、ちゃんと声もあるんだよ。そう。それこそね、アリアルとミリアルの、要は AI 音声みたいなのがあって、まあ、喋らせて登場させたこともあるんですけど、最近は全然やってないですね。うん。あれはやっぱ音声の編集作業が必要になってくるので、うん。最近は全然やってないです。うん。多分今後も出てくることはないんじゃないかなとは思うけどね。うん。それこそなんかもう、人間と同じぐらいのやりとりができるんであれば、ね、ぜひ喋ってほしいなと思うけど、さすがにそこまでは言ってないんで、喋らせる文章を自分で考えて、
で音声にして、その音声データを、編集している、そのなんつうの、私の声の合間合間にこう組み込むみたいなことをしないとね、まあ私の声とミックスするっていうのかな、うん、しなきゃいけないので、まあ今はやってないっていう感じですね。はい。まあなので、アリアルとミリアルは、まあ、クドラジとしては、だから、サイトの、うん、ポッドキャストを始めようの方で、まあ、出演してもらってるっていうだけかな。うん。はい。まあ、両方さんも、まあ、音声ソフトを使ったことあるんですね。うん。まあ、音声ソフトね、うん、まあ、動画編集とかに比べたら、まあ、比較的簡単なのかなっていう気はしますけど、うん。まあ、私はね、Adobe のオーディションっていうのを使ってますけど、いろんなのありますよね。音声編集ソフトもね。なんだっけ。Apple のさ、ファイナルカットじゃない。それは動画か。プロツールズだったかな。うん。あ、まあ、あれは Windows もあんのかな。プロツールズとかもそうだし、MacBook とかだったあれか。ガレージバンドとかか。確か。うん。だったかな。うん。まあ、いろいろありますよね。確か、ポポさんはこの前聞いた話だと、ガレージバンド使ってるって言ったかな。ちょっと忘れたな。確か。うん。まあ、ちょっとまたね、ポポさんは結構ね、編集こだわってやられている方なんで、ポポさんの方がもしかしたら編集の方詳しいかもしれないんでね、まあ、後々スペースの配信なんかで、なんか聞けたらいいなと思ってますけどね。私もね、まあ、一時期やってたけど、今はもうほとんどやってないですね。うん、今もそのアドビのオーディションで収録はしてるけど、ほとんど、うん、編集はせずに、まあ、音声のエフェクトかけて聞きやすく、ね、声を聞きやすくしたりとかはしてるけど、会話でこうカットして、うん、途中なんか、SE 入れたりとか、そういうのは一切やってないでっていう感じ。うん。なんで、まあ、あまり使いこなせてないじゃないね、最近は。はい。まあ、そんな感じです。はい。というわけで、今回はね、両方さんからのメッセージをご紹介してみました。はい。まあ、こんな感じでね、メッセージいただければ、まあ、それに、なんか、読みながら、ね、アニメの話題だとか、ね、ちょっとかなり、ね、いろいろ話が脱線しながらではあるんですけど、ね、今回も、まあ、ハローワールドの話とか、まあ、鬼パンの話とか、ね、スペース配信の話とか、まあ、いろいろさせてもらいましたけど、うん。非常にね、ありがたい。ので、まあ、クドラジの、お便りフォームから、はい、メッセージを送っていただけると嬉しいです。一応ね、英語の、なんていうの、項目をね、こう、英語にして入れてるので、まあ、海外の方でも、わかるようになってるっちゃなってるんで、よければね、海外の方も、もしこれ聞いてたら、はい、この前、チリに住んでるね、ナチョさんから、いただきましたけど、はい、海外の方からのメッセージも受け付けてますので、頑張って英語解読しますんで、はい、まあ、英語じゃなくてもね、今もう Google 翻訳があるからさ、ね、何語でも、うん、頑張って解読しますんで、はい、じゃんじゃん送ってくれると嬉しいです。はい。というわけで、今回の配信はここまでにしたいと思います。はい、まあ今週ね、月曜日なので、一緒にお仕事頑張っていきましょう。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。